っていくぜ。アゲンストだしな。完璧だ。いいんじゃね？いい感じでフェード？バンカーまだ行っちゃうんじゃねえか。おお、手前バンカーの横。手前バンカーの横？全く分からんけど。めちゃくちゃいいとこだよ。飛んだんじゃないの？よくこんな狭いとこで打つな。手前のバンカーのトンボの巣。左にトンボあるやん。ああ、ならんやつ。バンカーレーキのすぐちょっと手前にある。あぶね、結構吹いてるわ、アゲンスト。山も丸刈りだしね。やばくねえか、これ！この飛距離！なんでいつもともうちょいで届かねえんだろうな、グリーンに。届かしてよ。な、飛ばすといいんだよ。これまだ2打目だぜ。2打目でもクソ難しいんだよな、この頑張れよ。このライン難しいんだよ。決めろよ。距離感出るんだよ。どうだ、いいんじゃない。あ、止まった止まった。くぅ、キュッピンキュッピン。まあバーディーチャンスよ、言うて。うわ、止まっとるわ、思いっきり止まっとるわ。これ決めてえな。ほい、来た。あ、早いじゃん、おい。マジかよ。邪魔にならんか。いいか。思った以上に下ってなかった。思った以上に下ってんだ。やっぱ逆から見ないとダメ。いい具合。お、いいな、うまいな。なんでそういうの打てるんだ。俺は無敵になったぞ。今後は気に入らねえことがあったら全部正直に言ってやる。俺を恐れ、戦慄しろ。アンチゴルフ YouTuber、そしてゴルフ業界。俺はお前らにとっての、恐怖の大魔王だ。では明日の竜新章一発目の、よーし君、俺だ。なんで俺がこんなことになっているのかだって。タイトルで驚かれた方も多いと思いますが、精神的にちょっと大きなダメージを負ってしまって。前回の動画も見てねえ野郎が、一発に疑問を抱いてんじゃねえバカ野郎。俺の動画は毎週見るのが当たり前だろ。土曜の18時、毎週1本しか上げてねえんだからな。前回の動画といえば、やれ釣り動画釣り動画、クソみてえなコメントが湧いてやがったな、バカどもが。この俺が言いたくねえことをあえて動画にしてんのに全く再生されなかったらどうすんだ。あれ、飛ばなくなりましたとか。過去動画見ましたけど、ユピテルの数値おかしくねとか言われるたびに俺は反発係数 105% にしてましたって説明しなきゃいけないだろうが。釣りゃ一発で終わるだろうがバカどもが。本来金稼ぎやら再生回数のために行うもんじゃねえ。釣り動画ってのはこういう時のためにあんだよ。だいたい俺が今まで釣ったことあったかよ。釣った考えるな、ほどもが。そして俺の考えうる現時点でのゴルフ YouTuber 界トップのチャンネルからもコメントが来てたな。登録者数 21.5万人、毎日更新毎日コラボ野郎、トールゴルフ TV。 このチャンネルの主、宗光トールって野郎は現時点でな、現時点では間違いなくゴルフ YouTuber 界のナンバーワンに君臨している男だ。
登録者数が21万人以上いるチャンネルはもっとあるだろうと思われるかもしれないが、 YouTube は再生回数が命。そしてこのトールゴルフ TV は平均再生回数7万を優に超える。しかもそれが毎日だ。ふざけやがって。俺はこのトールゴルフ TV がおすすめに表示されるたびに歯ぎしりをしながら見ている。俺は現状の1位を認めないほど愚かではない。だが絶対にぶちのめす。俺が超えてやる。おめえみてえな美女コラボ野郎に誰が負けてやるか、バカ野郎。いちいち羨ましい野郎だぜ。ベスト70の野郎とラウンド動画なんぞ取りようもんなら間違いなくボコボコにされるわ。だから今少しずつラウンド動画増やして肩慣らししてっから待ってろ。相当くれえ日に俺から決闘申し込んでやるわ。とは言ったけどコメントめちゃくちゃ嬉しかったです。大好きなゴルフ YouTuber です。キラン。そして最後にいいコメントがあった。むしろ練習場で反発係数マックスでどれくらい飛ぶのか見たい。実に面白い発想だ。ゴルフ YouTuber があえて反発係数をいじる動画なんぞやらないからな。そんなことしようもんなら設定を疑われちまう。その点俺にはもう隙がない。もう一度やってしまっているからな。では遠慮なくユピテルの設定をマックス値まで上げさせてもらおう。連打、連打に次ぐ連打。うわぜ、野郎ども。ということで先に謝っておきましょう。トールゴルフ TV さん含めファンの皆様、いろいろいじってしまって大変申し訳ございませんでした。勘違いないように答えておくと、私明日の竜とトールゴルフ TV さんとは1年いやもう少し前からですねちょっとした縁がありまして、この明日の竜がですねちょうど1万人登録達成した頃から見守っていただいている、本当に見る目がある、いや嗅覚が鋭い、いや先見の明がある素晴らしい方でして私明日の竜はゴルフ YouTuber を普段全く見ないのですが、トールゴルフ TV さんだけは見ています。元は僕ショート動画上がりの人間なんですが、ぶっちゃけると初期の頃のショート動画はトールゴルフ TV さんを参考にして作ってたんですよね。ということでいきなり噛みついているというわけではないということをご理解くださいませ。多分ね面白かったと思うよ。だってゴルフ YouTuber でこんなプロレスしてるやつ見たことないもん。ということでトールゴルフ TV さん逆に感謝してください。やっぱ素直に嬉しいよね。前回の動画で暴走しすぎてマジで誰ともコラボできんくなるかもなと思ったんですよ。それがこんなにも温かいコメントをいただけるなんてね、涙が出ますよ。おそらく今日もトールゴルフ TV さん動画上げてると思うので、民の皆さんでありがとうってコメントしに行きましょう。僕も行きますので。ということで前回の動画のコメント数が過去最大でした。コメント数627件、圧倒的です。エンドロール終わんないでね。俺は前回の動画さすがに炎上するかなと思ったのよ。悪いことした王様って処刑されるじゃん。もうそんくらいの覚悟でいました。ゴルフ動画に革命を起こす前に俺のチャンネルで革命を起こされるんじゃないかとビクビクしておりました。だけど蓋開けてみたらもう泣きそうになっちゃって、マジで YouTube やってきてよかったなと心から感謝しております。あったかいコメントなんてもんじゃない、熱いコメントしかなかった。納税してくれた民も半端じゃなかったし、練習場で5000円のプリペイドカードを納税してくれた民もいました。
まだまだ頑張りますよ。やっぱ俺らみたいな連中がいないとゴルフ動画の腐り方が加速するだけだからな。何歳になっても尖ってこうぜ。人間尖ってた方が絶対いい。ということで今回は終わり。いい明日を。